はい、みなさんこんにちは、こんばんは、ふふです。今回はですね、とあるマップっていうか村人を倒す、まあ言い方悪くすると殺しちゃうねマップをやっていきたいと思います。まあこのマップはね、シュートさんがやってたのをちょっとやらせてもらうんで、シュートさんのチャンネルは URL 貼っとくんで、ぜひ見てみてください。ってことで早速やっていきましょう。でこれね、ちょっとルールが俺自身もあんまり分かってないんだけど、村人を、もう倒せば勝ちみたいな。でちょっと待ってね、カミングネクストアップデート、ここはまだ来てない。クリエイティブ、よし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 、頑張ろう。ってことでね、じゃあまずどっちから行こう。俺左フェチなんで右から行きましょう。えい、よっち。え、ちょ、待って、うわ、そんな残酷なことしなくてもいいじゃん。ね、これもう一方的に村人がやられるのを見てくだけみたいな。やめろ。いや、こいつ、ちょっと待って、リアクションがしづらいよ。ちょっと待って、おい、マジか。ちょっと、これ結構残酷だな。俺ちょっと分かったぞ俺。お前マジか。おい待って、これはひどくないか。え、ここもやめろよ。え、うわ、そんな、これは、うわなるほど、どこに行っても村人がやられてしまうシステム。そんな心が痛い。え、あ、動いた。うわー、マジ理不尽な世界いや、マジか。これは、え、なにこれ、存在を抹消された感じ。ちょっと待って、サプライズじゃないよ。え、あ、もしかしてそこら辺から降ってくる。そんなこと、え、そんなことあったかわいそうだろ。やめてあげろよ。何これ、監禁されたやつ。なんか上、絶対これ上から降ってくるでしょ。なあ。わかった。あ。川細工し。どうしてこうなっちまったんだ。何これ。ちょっと待ってね。リセット。サモンビレッジ。サモンゾンビ。サモンアイアンゴーレム。オープンドア。なるほどね。ああ、なるほど。守れ、村人を守れ。どんどん召喚しよう。お、村人がいる。あれ、この村人は。なんつう平和な。ちょっとリセットしましょう、一回。おお。まあね、まず村人出します。そしてと、これで、あ、これ閉まってんのか。え、お前どっか開くんだ。で、あ、あー、やめろみたいな感じで、守れよ。おい、こっち向くなよ村人ー。まあこれね、これちょっとよくわかんないね。まあまず、ビレッジ出しましょう。アイアンゴーレム？え？サモン、スノーマン。え？合体してる？いや、つなんか食らってないダメージ。むははは。おい！え？どういうこと？え？ウィッチ？村人ってさ、ウィッチになるの？で、ウィッチになると、あ！雷当たるとウィッチになるんだ。で、ウィッチになると、ゴーレムに倒されるみたいな感じかな。ほら、へえ、
それで倒される、まあまあまあ残酷だな。いきなり悪役になって殺されちゃうだろうな。何これ、サマンビレッジ、あれどう、あそこか。これはカセットじゃない、なるほどね。あそこに村人がいます。夜になったから家に入ります。おいおいおい、待て、マジか、え、マジか。そういうことね、夜にしてベッドに着こうと思わさせてマグマダイブと。ちょっと見てる方が心苦しいですね。え、これはどうなったの。ちょっとラン、ほうで、これで消化させて、うわこれは良くない、これは良くないっていうか、もう今までいいものなんて一つもないからね。これは、はい、え、お前どこ行っちまったんだよ。これで、あ、無事やん。で、こいつがあまりにも動かなすぎて、なんともないだけかな。まあ、最初のやつはね、犠牲になったけど。うわ、待って、なんか、増えてる。あ、こいつ強い。釣り人の、まあ、俺は、こいつだけが生きてくれれば幸せです。ってことで、これで、もう終わりかな？何これ、何か、え、へえ、ちょっとへえ、そうなんだ、ここで見れるんだね。こっちは見れるね。え、上から見れんの、やだ。これはサイドビューとか言うなよ。サモンビレッジ、まあ夜だね。やめろ、おいおい、足が速くなるのかな、多分あそこのボタン踏んで。足が速すぎた村人は自分を抑えきれずに落ちる。そんなやめてくれ。こっから見ましょう。あ、死に急ぐ彼の姿。いや、行かないんかい。いや、行くんかい。やだー。こんなゲーム見たって、誰も嬉しくねえよ。サモンビレッジ。で、リセット。あ、あー、あー。あー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 、ウィーザー、え、やば。これは、おぉ、爆発ってことね。これは特にない。これでリセット。で、この爆発で倒すか、ウィッチで倒すか、ウィザーか。いや、どうしてこんなにひどいものしかないのかね。カミングインザノットソーニアフューチャー。え、この未来が来るのもそう遠くないみたいな。ちょっとよくわかんないですけど。なんか村人がなんか実験室にいるけど、よくわかんないな。これは何？こう矢印、何これ、リセットエクスペリメントリスタート。これはテストサブジェクト。え、これを穴に投げるって書いてある。おい、え、もしかしてこの木に挟まってる系って、これで村人出して、おお、でここに投げる的な、違うかな。あ、でもここ穴開いてる。あ、この穴から投げるんじゃね。ほら、なんか、あ、受け取ってない、確かに。ほら吸い取ってるよね。で、俺がこれ、待って、俺が悪いことになってる。いや、確かに
まあ今のどう見ても俺が悪いよな。いや申し訳ないことをしてしまったよ。ってことでね、いや残酷なまあいろんな方法があるんですね。まあ、これマップなんで概要欄にマップの URL 貼っとくんで、ぜひやってみてください。それではご視聴ありがとうございます。次回の動画もお願いします。じゃあな。